伊香保温泉、黄金の湯、源泉かけ流しの宿。教えて教えて。黄金の湯は、万葉の時代に湧き出し、長らく愛され続けている歴史ある温泉。茶褐色は、鉄分を多く含んでおり、体の芯から温まります。泉質は硫酸塩泉。薬効が高く、切り傷ややけどに効きます。源泉は透明ですが、空気に触れて変色し、茶色になります。昭和25年、源泉の近くに露天風呂完成。最初は仕切りはなく混浴でした。熱めの湯と、ぬるめの湯があり、日頃の喧騒を忘れさせてくれます。黄金の湯は、源泉地から伊香保神社の近く、薬師堂に流れてきます。薬師堂の隣には、地元民専用の公共浴場、薬師の湯があります。秘密の公共浴場、観光客は入れません。内緒だよ。黄金の湯は、その後、旧御用邸、群馬大学研修所に流れます。その後、黄金の湯は、駒口豊洲制度により各旅館へ配分されます。この駒口組合に加盟している旅館が、伊香保では9つあります。最近では、循環している温泉を、源泉かけ流しと言っている旅館があります。ずるいぜー。こうやって温泉を、ちゃんと捨てているのが、本物の源泉かけ流しです。いいね。今回は、この伊香保駒口組合の、旅館の中から、特に、かけ流しにこだわった宿を、紹介いたします。江戸時代に創業した歴史ある温泉宿、横手館、300年の歴史があります。すごいね。大正の面影を残した客室で、タイムトリップ気分を味わえます。いいね。岸本旅館は、天正4年創業の、由緒正しき旅館。すべての浴槽が、黄金の湯、100% 完全源泉かけ捨てです。いいね。黄金の湯をかけ流しで楽しめる、露天風呂付き客室が人気の国屋。いいね。国屋は、明治45年創業の、老舗旅館、100年を超える、歴史があります。展望大浴場やカラオケルームに、エステと施設も充実しています。明治元年創業の森焼旅館、バーミヤ食も、夜更かしが、楽しめます。露天風呂付き客室もあり、すべての浴槽で源泉かけ流しが楽しめます。伊香保を愛した明治の文豪、とっとみろかが、定宿として、ひいきにした最古の旅館。露天風呂付き客室もあり、すべての浴槽で源泉かけ流しが楽しめます。今回は、伊香保の湯本5軒を紹介しました。
本物の源泉かけ流し天然温泉をぜひ味わってみてください。いいね。